ダイヤモンド類似石あるいは模造ダイヤモンドは、ダイヤモンドの天然石あるいは合成石の色や、外観や質感を模倣したもののことである。つまり、ダイヤモンドの模造品のことである。イミテーション、イミテーションダイヤ、ダイヤモンドシミュラント、ダイヤモンド大洋石などとも呼ばれる。ダイヤモンド類似石は、人工合成ダイヤモンドとは全く異なる。ダイヤモンド類似石は、 その化学特性、物理特性、内部構造が、ダイヤモンドのそれと一部あるいは全部が異なっている。それに対して、人工合成ダイヤモンドは、天然ダイヤモンドと同じ物理、化学特性を有している。ちなみに、資産価値については、現在は、他の宝石同様、天然ダイヤの方が価値がある。また、加熱や放射線照射により、美しく見える。 要人工的に手を加えた、いわゆるエンハンスメントダイヤモンドも、ダイヤモンドルイジーの定義から除外されている。ダイヤモンドルイジーの代表的なものとしては、ガラスプラスチックセラミック貼り合わせ、石プレス製品などが挙げられる。最もよく知られた、ダイヤモンドルイジーとしては、ユーナマ鉛ガラスとキュービックジルコニアで、いずれも天然には産しない人工合成石である。その他にも、 シタン酸ストロンチウム、合成ルチルといった多くの人工合成ダイヤモンド類人種が1950年代半ばに開発されたがすぐに廃れてしまい今やもう市場で見かけることはない20世紀末にレーザー研究から開発された材料モアッサナイトもまたダイヤモンド類人種として出回りつつあるダイヤモンド類人種はその物理的所得性具体的には 高度や屈折率、副屈折、熱伝導率などが本物のダイヤモンドと異なるため、鉱物学者や宝石賞はある時には、目視検査で、あるいは適切な測定機器を用いてその心眼を見分けられる。また水晶などダイヤモンドとは全く蘇生が異なる、鉱物を指してダイヤモンドなどと呼ぶことがある。こうした名称は、フォールスネーム、または、 フェイクジェムストーンといい、販売業者が値を釣り上げるなど、手前の都合よいよを勝手にこじつけただけのものである。紛らわしいので、現在はまともな宝石店、ジュエリーショップではその使用を避けている。その特性がダイヤモンドに極めて類似している。最先端の人工ダイヤモンド類人種であっても、明らかに模造品だとわかる一つの内種は、 複数の特徴を有しており、ダイヤモンドに精通した専門家であれば、そういった特徴から類人種とダイヤモンドとの見極めができる。宝石学において重要なのは、そうした特徴のうち、特に被破壊検査により判定できるものであり、その多くは自然光下において視覚的に認識できるものである。被破壊検査が好ましいとされるのは、 心眼を見極めたい石の多くはすでにカットされ、台に据え付けられなどして、ジュエリーに組み込まれているからで、破壊検査で傷がついた場合、たとえその石がダイヤモンドではない、真っ赤な偽物であっても、骨董的、美術的といった別の価値があるわけで、その所有者にとっては傷物にされたという受け入れがたい結果になってしまうからである。 ダイヤモンドとダイヤモンド類似石の比較対象できる特性の一部を以下に示す。モースコードは引っ掻き症に対する抵抗性で示される非線形の鉱物コード指標である。ダイヤモンドは天然石としてはこの指標において最高位の10にランクされている。それゆえにダイヤモンドはダイヤモンドを用いた場合を除いてその研磨が非常に困難であり。 宝石として通例傷がつくことはない。ダイヤモンドがとてつもなく硬いことは語源となったギリシャ語のアダマントという形容詞からわかるように丁寧にファセットカットされたその光沢面をルーペや顕微強化で見れば平面は傷一つなく滑らかでエッジにも摩耗一つ見られずエビであることが視覚的に明白に確認できる。この性質は当然 ダイヤモンドルイジー氏にも要求され、ダイヤモンドルイジー氏に用いられる素材は、他の宝石よりずっと硬いのではあるが、さすがに、本物には遥かに及ばず、それゆえ表面の傷やエッジの摩耗の有無から、区別できる。ごく最近まで、窓ガラス検査と呼ばれる判別法が、ダイヤモンドの心眼を見極めるのに妥当な方法で、あると、一般的には考えられていた。 これは破壊検査の一種で、検査対象石で窓ガラスをこすって傷の有無を見るものである。石が本物であれば窓ガラスにだけ傷がつき、石の方には傷がつかない。通常のガラスの代わりにサファイアガラス製の板を用いることもある。だが、この方法は以下に示した3つの理由からおすすめできない。まず、ガラスの高度は普通六あたりでかなり低く、 多くの鉱物はこれよりは高い高度値を示す。次に、ダイヤモンドは結晶構造上4方向の絵、機械面を有しており、これらの面に沿って力を加えると簡単に割れてしまう。すなわち、場合によっては検査の過程で砕けてしまう可能性が否めない。最後に、多くのジュエリーに組み込まれたダイヤモンドかもしれない石は、 その心眼とは別にそれなりの価値があるとされており、1万1傷などついたらその価値を損なうからである。宝石用ダイヤモンドの比重もしくは密度は3.5にいい。で、ほぼこの値から外れない。ほとんどのダイヤモンド類似石はこれよりずっと重いか、あるいは若干軽いため、裸石の場合はこの差を利用して、簡単に心眼を見極めることができる。 ジオードメタンのような比重値の高い液体がこの目的のために使用されるが、こうした液体は強い毒性を有するのでこの鑑定法はあまり用いられない。より実用的な方法は対象積の各パラメータを測定し、想定される溶石値や重量値と比較する方法である。一例を挙げると、キュービックジルコニアは、 同サイズの本物のダイヤモンドに比較して1.7倍ほどの重量になる。ダイヤモンドは通常、そのきらめきを引き出すためブリリアントカットが施される。ブリリアントとは、石に入射した光がべて石の底面で反射し白く輝くことであり、それに加え、虹色のカラフルな光の明滅を見せる。この2段階にわたる。 光の芸術は石に施されたカットによるものだが、カットでそうなるのはダイヤモンドが2.417という高い屈折率と0.044という高い分散値を有するからである。であるから、ダイヤモンド類似石の屈折率と分散値が、本物のそれより著しく低ければ、輝きが鈍って見える。あるいは、死んでいるといった表現が似合うかもしれない。 逆に屈折率と分散値が本物のそれより高すぎればどこかまがまがしく輝き美しいというよりむしろしつこいと感じるだろう最近ではダイヤモンドの屈折率と非常に近い値を持つチタン酸バリウムキュービックジルコニアなどの模造ダイヤモンドが世に出回るようになってきておりこれらは屈折率がダイヤモンドと非常に近いために ブリリアンカットを施すと肉眼で見分けることは困難である。なお、屈折率と分散値を直接測定するのはあまり意味がない。というのも、ごく普通に出回っている宝石用屈折系は測定可能な上限値が1.81までとなっているからである。だが、メーカーの中には赤外線をどれだけ反射するかを測定することで、 間接的に石の屈折率を測定する反射率計を考案したところもある。光学特性もまた重要な要素である。ダイヤモンド及び等軸小型の石は、東方性、つまり、媒質内に入射した光は結晶の向きに依存せず、同じ振る舞いを見せる性質を有している。対するに、多くの石は違法性を有しており、副屈折という光軸を除いた。 あらゆる方向から入射した光が2方向に分光される性質を示す。副屈折は体外肉眼で検知可能で、副屈折を有する石は背面ファセットの両線や内包物が二重に見える。ダイヤモンドは UVA 光下において青、黄、緑、藤色、赤など様々な強い傾向を発する。ほとんどの場合傾向は青であるが、そうした石は、 黄色い輪行も発する。これらは宝石の種ごとに特有の組み合わせであると考えられている。多くのダイヤモンド類似石とは対照的に本物は UVC 光下においては通例ほとんど傾向しない。同様にダイヤモンド類似石の多くが人工合成石であるのでその光学特性も似通ったものになってしまう。ダイヤモンドを たくさんつけた指輪があるとすれば、その石それぞれが色や強さなどにおいて異なった傾向を発するのが普通である。どの石も同じような傾向を発するのであれば、それらはダイヤモンドではない可能性が高い。無色とされるダイヤモンドの多くは実際にはわずかに黄ばみ、もしくは茶色味を帯びている一方で、ダイヤモンド類似石はダイヤモンドのカラー用語でいうところの D クラス、つまり本物でも、滅多にお目にかかれない完全に無色透明の石がごく、普通に見られる。故に、この手のあまりにも上手すぎる話にはくれぐれも、ご用心すべきである。でも、と、なると、ファンシーダイヤモンドの偽物と本物の判別は一層、難しいように思われるのだが、ダイヤモンド類似石で出せる色は、ほとんどが似せているだけである。 無色透明も含めた多くのダイヤモンドを直視型分光器で観察すると415ナノメートル帯に特徴的な暗線スペクトルというものが見られる。人工合成された類似石にはしばしば不純物、具体的には気度類元素が意図的に混ぜられており、それらは本物には出るはずのない暗線スペクトルになって現れる。本物のダイヤモンドにはしばしばその内外部に 血管やゴミが見られ、その多くは、甲子血管と他の個体鉱物結晶である。人工合成石には、血管やゴミが全く見られず、たとえあったとしてもそれは、製造過程で紛れ込んだ、いわば製造工程上の特徴といったものである。天然の類似石に、とりわけよく見られる血管は、本物のダイヤではほとんど観察されない、羽毛状の液体である。 ダイヤモンドのカットでは、しばしば原石の結晶面をそのまま残しておく場合がある。こうした面はナチュラルと呼ばれ、普通カット名称でいうところのガードル部分がそれに当たる。そういった場所には、トリゴンと呼ばれる逆三角形のくぼみが見られるが、これは格子欠陥に由来すると言われており、こういった印は本物のダイヤモンドにしか見られない。 ダイヤモンドの熱伝導率はズバ抜けて高く、ゆえに、ダイヤモンドは熱に関しては動体なのだが、電気的には普通絶縁体である。前者の特性は、ダイヤモンド熱管制テスターの鑑定原理に利用されている。こうしたテスターは、バッテリー駆動の2本のサーミスタに細い銅線をつないで作られている。サーミスタの一方は加熱装置として稼働し、 もう一方で銅線の温度を測定する。皮脂検査石が本物のダイヤモンドであれば、銅線の温度が劇的に下がることが観察できる。だがしかしほとんどのダイヤモンド類人種は熱に関しては絶縁体なので、そうはならない。この検査は2から3秒で済む。唯一の例外はモアッサナイトで、この石の熱伝導はダイヤモンドのそれに似る。 古いテスターだとモアッサナイトに騙される可能性は否定できないが最新の熱感性テスターはこの2種を区別できるまでに改良されている最後に開発されたのがナノダイヤモンドコートでその名の通りとても薄いナノレベルのダイヤモンドの膜を素材の上に設けたものであるこればかりはきちんと検査しないとその反応が本物のダイヤモンドと同じなので 騙されることになる。ダイヤモンドの電気伝導に関しては、グレイから青を呈する石に関してしか、明らかにはされていない。というのも、こうした色は結晶中の放素による発色であり、故にこの色を帯びるダイヤモンドは、半導体だからである。だから青いダイヤモンドに関しては、その上で、ちゃんと電気回路を構成できるのであれば、本物であると、断言できよう。 屈折率は、当軸小計についてはそのまま、その他については、副屈折を織り込んだ日の平均を記している。ダイヤモンドに似せた石を人工的に合成する行為は100年以上にわたって行われ続けてきており、こうしたダイヤモンド類似医師が示す所得性値は、技術の進歩により、新しく登場したものほど、本物のそれにだんだんと近づいてきている。 こうしたダイヤモンド類似石のほとんどは出現した時期ごとに、それぞれ特徴があり、一時的、または継続的に大量生産されることで、今日の宝石業界においてもなお、様々な頻度で出現し続けている。これらはもともと先端技術での使用を念頭において、開発されたものであり、そうしたハイテクには、レーザーの発信用媒質、バリスタ、磁気バブルメモリなどがある。 現在では生産量が極めて限られるため古いタイプの類似石を入手するためコレクターはプレミアを支払わねばならない時もあるガラスに鉛、アルミナ、タリウムを混入して屈折率と分散を高める製造法はバロック後期から行われるようになったこうして製造されたガラスはますます光り輝くようになり新たにカットすれば驚くほど見事なダイヤモンド ルイジー氏になり得た。ラインストーン、ペースト、ストラスといった名で知られたこの種のチャッチなルイジー氏は、アンティークジュエリーの世界ではごく普通に用いられている。よって、この種の石については、ジュエリー自体に骨董的価値がある場合もあり得るので、ガラスだからといって、資産価値が著しく落ちるとは限らない。言うなまりかにより、ガラスが柔らかくなったことで、 ラインストーンのファセット面やその円は、より早く丸められ、傷つけられる。それとともに、貝殻上段口、気泡、胃型の継ぎ目といった特徴が中倍率程度で、見つけられるため、ガラス製イミテーションの鑑定は容易である。近代になると、カットではなく、成形による模造がごく一般的となったが、ファセット面はデコボコで、円は相変わらずすぐに丸まってしまう。 さらには鋳型に入れられた際についた傷や線が見られる。貼り合わせ石など、ガラスは他の素材と組み合わされ、イミテーションに用いられることもある。数あるダイヤモンドルイジー石のうち、最初に人造合成結晶として登場したのは、無色の合成サファイアと合成スピネルである。この二つは、20世紀最初の10年に、ベルヌーイ法によりかなりの量が製造された。 もっとも、スピネルは1920年代になるまで特に、これといった使い道はなかったのだが、ベルヌーイ法では、逆さにした、酸水素ガス水管を内部に有した装置を用い、その水管中に生成した、原料庫と酸素を注ぐ。原料庫は、酸水素円柱を落下しながら溶け、ゆっくり回転する台座に堆積する。台座は常に炎をくぐり抜けた。 直下の位置に堆積物の頂上を据えるように、ゆっくりとその高さが調整される。数時間をかけて、溶融粉末は冷却され、円柱状単結晶もしくは、ブールと呼ばれる塊の結晶に成長する。この製造法は、経済的であり、最大径9センチメートルまでの結晶を調整できる。現在では、ブールはさらにチョクラルスキー方で、 数キログラムの大きさにまで成長させることができる。サファイアやスピネルは安定した鉱物であり、光沢も見事なものだが、本物のダイヤモンドと比較した場合、屈折率がグッと劣るため、カットを施してもどこか生き生きとしない。屈折率が低いということは分散値もまた低いわけで、故にブリリアントカットを施してもダイヤモンドのようなファイアは見られない。 にもかかわらず、合成サファイアや合成スピネルは1920年代から1940年代後期にかけてダイヤモンドのイミテーションに広く用いられた。この二つはまた他の素材と組み合わされ、イミテーションに用いられることもあった。合成サファイアにはダイヤモンデッテ、ダイヤモンダイとジュラードダイヤモンド、スリ,リアント、合成スピネルにはコルンドライト、ラスタージェム、マグラクス、 ラディアントといった流通名が付けられた。光学上の欠点が改善された最初のダイヤモンド類人種はゴーセルチルである。1947から48年頃から用いられ始めたゴーセルチルはまばゆいばかりの光にあふれた石であった。いや、光りすぎていたと言うべきかもしれない。ゴーセルチルの屈折率と分散値は 本物のダイヤモンドのそれをはるかに超えているため、結果として生じるきらめきはまばゆいばかりの虹色を、停止、オパールではないかとすら思えてくる。合成ーールチルは、また複屈折を示す。これは、カットテーブルを高軸に垂直にした場合、表には出ない特性だが、それがわずかでもずれると、背面ファセットの両線が二重に映ることで明らさまになる。 こうして合成ルチルは一時はかなりもてはやされたものの色が若干基んで見えるのがどうやっても改善できなかったので次第に用いられなくなってくるしかしながら合成ルチルは様々な金属酸化物を不純物として混入させることにより青や赤といった幅広い色石を得ることが可能であるこういった色石や無色に近い石はそれまでになかった石として 大変に人気を博したのだが、この石は、モースコードも6以下と低くて傷つきやすく、おまけに、かなり脆いので、次第に身につけられることもなくなりやがて消えていった。この素材は、第3の、酸素パイプを設けた、トリコーンバーナという発明を採用した改良、ベルヌーイ法により合成された。チタンの焼成にはさらに多量の酸素を必要とするため、単結晶の生成には、 こういった工夫が必要だったのである。この技術は、チャールズ・ h ムーア、ジュニアにより、ニュージャージー州のサウス・ワンボイに位置する、ナショナル・リードにより発明された。合成ルチルの製造は、ナショナル・リードとユニオン・カーバイドの2社で、ほぼ独占され、ピーク時の年間生産量は75万カラットに達した。合成ルチルには、多くの流通名が付けられている。例を挙げれば、 アストリル、ダイヤモティスト、ジャワゲム、メレディス、ミリディス、レインボーダイヤモンドダイヤモンド、ルタニア、チタンジェム、チタニア、アルティメットなどなど。天然酸のタウソン石は、上の写真のように宝石にはならない。ナショナルリードはまた別のチタン化合物に目をつけ、その合成法を研究した結果リリースされたのが、チタン酸ストロンチウムである。 この研究は1940年代の終わり頃から1950年初頭に、かけレオン・マーカーとラングトリー・リンドの二人により、またもや、トリコーン・バーナを採用した改良ベルヌーイ法を用いて行われた。1955年に、チタン酸ストロンチウムが、市場に導入されると、それまで、イミテーションダイヤモンドの市場を席巻していた、合成ルチルにたちまちとって変わった。 これは、チタン酸ストロンチウムが目新しかっただけではなく、その光学的特性が、ダイヤモンドに極めて近く、合成ルチルのケバケバシー極彩色の外観をかなり改善できたためである。合成ルチルと同じ不純物を混入させることにより、黄色、オレンジ、赤、青、黒といった色石も得られた。本物のダイヤモンドと、 同じく当軸小形なので複屈折もなく、合成ルチルのように、ファセットの両線が二重に見えることもない。チタン酸ストロンチウムの唯一にして、最大の欠点は、小正温度がかなりの高温になる点を除けば、耐久性に乏しい点である。モースコードは5.5と傷つきやすく、合成ルチルよりずっと脆い。それゆえチタン酸ストロンチウムと安定した。 他の素材を組み合わせたダブレットが作成されたりもした。そういう欠点を抱えてはいたが、この時点では、最良のダイヤモンドルイジー氏であったので、ピーク時の年間生産量は150万カラットに達した。製法特許の関係からアメリカ合衆国内では、ナショナルリードの一社独占で製造され、海外では、日本の中重結晶ラボラトリーで製造された。 チタン酸ストロンチウムには、ブリリアンテ、ダイヤジェム、ダイアモンティア、ファブライテ、マーベライトといった流通名が与えられた。1970年頃から、チタン酸ストロンチウムは合成ガーネットとでも言うべき、新しい部類のダイヤモンド類似遺に置き換えられてゆく。これらは、本当の意味で、ガーネットとは言えない。というのも、天然ガーネットはそのどれもが、計算円鉱物であるが、 これらは、素性にケイ素を含まないのでむしろ酸化物だからである。だが天然ガーネットと同じ結晶構造を有し、一般的な化学構造式は A3 バイトに C3 を12で表される。天然ガーネットでは C は常にケイ素であり、A、B には地表にありふれた、金属元素数種が入る。でも合成ガーネットではそのいずれにも、 あるいは一方にあまり馴染みのない気取る遺元素が入る。これらは、ラインストーンを除き、天然に相当する鉱物が見当たらない、唯一のダイヤモンド類似種である。宝石学的には、これらは、合成宝石というより、人工宝石と呼ぶ方がふさわしい。なぜなら、合成という単語には、自然界にもあるものを人手で組み上げる、という意味を含ませてあるからである。 人工ガーネットは何種類も人工合成されたが、実際にダイヤモンド類似種として流通したのは2種だけ。1種は1960年代終わり頃に登場したイットリウムアルミニウムガーネットである。これらは、溶融から結晶成長まで、チョクラルスキーポーを別名結晶引上げ法により製造され、現在も同法で製造されている。 不活性ガスで満たされた空間に、イリジウム製のルツボを置き、中には酸化イットリウムと酸化アルミニウムを入れ、約1、摂氏980度を保つ、要注意深く温度を制御し、溶かして混ぜ合わせる。竿の先に、小さな種結晶が取り付けられ、ルツボ内の溶融液表面に種結晶が、接触するまで下げられる。そうすると種結晶のもとに溶融液物がつくわけで、 この時、液表面の温度は、有点ぴったりから下になる、要温度管理をしっかりせねばならない。ロッドはその間ずっと回転させながら慎重に、引き上げられ、ルツボ内の溶融液は徐々に、円柱状のブール結晶へと積出し、同時に成長していくわけである。結晶の純度は、かなり高く、一度に 5cm 高、計 20cm の結晶9000カラットを作れる。 ヤグの今日の主な使用目的は、レーザー光の発信倍出である。ヤグのモースコードは8.25と高く、脆くないのもチタン酸ストロンチウムから大きく、改善された点だと言える。一方で、屈折率は1.83、分散値は0.028と、かなり低いが、ブリリアントカットを施してもはっきりしたファイアが、確認でき、輝き具合も良かった。 繰り返すが、屈折率と分散値は、ダイヤモンドのそれより、かなり低いにもかかわらず、である。不純物の添加により得られる色の数はそれこそ無数で、黄や赤、それに模造エメラルドにできるレベルの鮮やかな緑があった。主な製造元には、ミシガン州の ICT、ライトンシステムズ、アライドケミカル、レーセオン、ユニオンカーバイド社などがあった。 ピーク時である1972年の年間生産量は4000万カラットもあったが、その後は急落。流通名はそれこそ無数にあるが、代表的なものはダイヤモニア、ダイヤモネア、ダイヤモニーク、ジェモネア、レプリーク、トリアモンドである。ヤグ生産量の急落は、一つには市場が飽和したのがその理由だが、その一方ですぐに、 新たなもう一種のダイヤモンド類似石として、重要な人工ガーネット、カドリニウムガリウムガーネットが登場したこともある。製造法はヤグと同じで、屈折率はダイヤモンドにより近くなり、分散値もダイヤモンドにほぼ一致する。GGG はまた主な宝石と比べても十分に巨人だったが、原料費がヤグよりかなり高くつき、 太陽光もしくは主外光の曝露により炉が次第に黒ずんでくることもまたその普及を阻んだ。これはもともと GGG が技術分野で新材料として開発されながらも結局は役立たずに終わり宝石向けに転用された事実を意味している。また比重はダイヤモンド類似石、いやすべての宝石の中で最大であり対象の大きさからそれが 本物のダイヤモンドであった場合推測できる重さと実際のそれを比較すれば簡単に見分けがつくことを意味した。相当量が製造されたヤグと異なり、GGG の製造量は1970年代を通して増えも減りもしなかった。流通名はダイヤモニークにガリアントなどである。製造原価が相当に安く、見た目もダイヤモンドにそこそこ似ている。 CZ は1976年の登場以来、宝石としても、経済的にも、最も重要なダイヤモンド類実施として、今日の地位を築いている。1976年に、ダイヤモンド類地獄市場に投入された CZ ことキュービックジルコニアは、芝叩く間に市場を設巻し、宝石としても、経済的にも、最も重要なダイヤモンド類実施として、 今日の地位を築いている。CZ 自体は1930年から合成されていたのだが、それはセラミックス形態としてであった。CZ の単結晶を得るには、これまでのダイヤモンドル似持遺志製法とは異なり、どんな材料でできたるつぼを持ってきても溶けてしまう高いう点をどう克服するかにあった。これを解決へと導いたのが、水冷導管の網と、 電磁誘導加熱式コイルである。後者は、ジルコニウム原料庫を熱し、前者は表面を冷やし、1ト、mm、ル厚以下の側を、形成し保持し続けるために用いられる。CZ は、その結晶の表面が冷却により固化することで自身が、ルツボとなり、その中で結晶が成長する。この技法を、冷却ルツボ法、スカルルツボ法などと呼ぶ。 標準気圧下においては、酸化ジルコニウムは、立方症系より、むしろ単車症系の結晶を形成する。立方症系へ持ち込むには安定化剤が欠かせず、それには普通酸化イットリウムや酸化カルシウムが用いられる。スカルルツ母法は1960年代のフランスで、開発が始まったが、技術が完成したのは1970年初頭。 旧ソ連の科学者 VV オシコの手によってで、場所はモスクワのレベデフ物理研究所であった。1980年には年間製造量が5000万カラットに達した。モースコード、屈折率、当軸省性なので副屈折もなく、何より原材料費が圧倒的に安いことで、CZ はダイヤモンドルイジー氏の代名詞に収まった。CZ の工学おび、 物理特性値にはばらつきがあるが、これは各製造業者で用いる安定化財が異なるという事情による。CZ は化合物ではない点は重要で、それゆえ CZ の安定化財は何種類もあり、安定化財により CZ の工学的、物理的特性は劇的に変化する。ダイヤモンドに視覚的に似せた CZ は、 日常的にダイヤモンドを扱わない人々のほとんどを欺くのに申し分ないが CZ は通常確実にそれとわかる証拠を残す。一例を挙げるとこの石はごく普通にジュエリーとして使用するだけで傷がつくほど柔らかで脆く石の内部にはゴミも傷も一つも見当たらず色も完璧な無色さらに比重は大きく 市外光においては特有のベージュの傾向を発する。宝石商のほとんどは CZ ではないかと思われる石を検査するため、熱感性テスターを持っているが、これはダイヤモンドの熱伝導率が群を抜いて高い事実を利用している。CZ はいろんな色にでき、ファンシーダイヤモンドのイミテーションまで努められそうだが、その多くは本物のダイヤモンドに似てすらいない。 CZ には耐久性を上げるため、高質炭素膜で覆う処理がなされることがあるが、そうやっても、熱感性テスターでの検知は可能である。CZ は1998年に、モアッサナイト、モアッサミシ、モアサナイトが出回るまで事実上その競合商品は、なかった。モアッサナイトは、モースコードと比重の2点において、よりダイヤモンドに近い値を示す。 先の特性はダイヤモンド同様の傷一つない滑らかなファセット面を見せ、後の特性はダイヤモンドとそれに似せたモアッサナイトの区別をかなり難しくした。しかしダイヤモンドや CZ と明らかに異なるのはモアッサナイトが強い副屈折を示す点である。これは合成ルチルにも見られる名帝福祉効果を呈するのだが、 モアッサナイトのそれは合成ルチルほどひどくはない。モアッサナイトは上述した特性を隠すため、どれもそのテーブルを硬軸に垂直になるようカットされるのだが、勾配率化において、わずかでも傾いた方角から見れば、ファセット背面の両線が二重に見えることで簡単に見破れる。カットされ指輪になったモアッサナイトモアッサナイト内部に、 見られる内も物も、また特徴的で、そのほとんどは細くて白く、互いに平行なチューブ、もしくは針であり、石のテーブル面に対して垂直である。こうした平行チューブは、処理済みダイヤモンドにしばしば見られる、結晶内に混入した石木を、レーザーで焼いた後に間違えられることがある。だが、モアッサナイト内部にある、こうしたチューブは、 副屈折のおかげで顕著に二重に見える。この点も合成ルチルと似るのだが、現在製造されているモアッサナイトは、通例緑褐色がかったその色が抜け切れずに、悩まされている。宝石室のモアッサナイトを製造できるのは、今のところチャールズコルバードの一社のみである。また、製造原価が CZ の120倍にもなることも、普及を妨げているが、 それでも本物のダイヤモンドよりははるかに安いので、モアわさないとダイヤモンドなどと称して、本物のダイヤモンド並みの値段をつけて売りつける悪徳宝石商もいる。天然鉱物で無色のダイヤモンドの代用品になるものは稀である。というのも、天然の鉱物にはどうしても微量な不純物が混じって、その効果として色がついてしまうからだ。最古のダイヤモンドルイージ人誌は、 石英、水晶、トパーズ、緑中石である。これらは、比較的ありふれている鉱物で、モースコードもそこそこある。だが、屈折率が著しく低く、それに対応して分散もまた乏しい。しばしば、ダイヤモンドの名を付けられ流通する非常に、透明度が高い良質の水晶に、ニューヨーク州、ハーキマー群で産出される、いわゆる、ハーキマーダイヤモンドがある。 この他、トッパーズの比重は、ダイヤモンドのそれに収まる。歴史的に見れば、最も注目すべき天然ダイヤモンド類似石は、ジルコンである。これは、相当に硬くもあるが、もっと重要なのは、高い分散値を有しており、カットすることで、かなりのファイアが見られることである。無色透明のジルコンはスリランカで2000年前から、採掘されている。 現代のように鉱物学が発展する以前は、無色透明のジルコンは、成長を一歩手前のダイヤモンドであると信じられ、産地名から、またらダイヤモンドと呼ばれていた。ジルコンは、今でもダイヤモンド類似種として、たびたび市場に出ることがあるが、違法性であり強い複屈折が見られる点から、簡単に区別できる。また、かなり脆弱なことでも有名で、 ガードルファセットの両線に魔耗がよく見られることでも、わかる。無色のジルコンほどではないが、無色透明の灰重しも、また天然ダイヤモンド類似石の一つである。分散値は高く、模倣ダイヤモンドに用いられるだけの値を示すものの、光沢が強すぎ、また、モースコードがあまりに低すぎて、良質な研磨ができない。工学的には、違法性で屈折を有し、 さらに比重がかなり大きい。チョクラスキー法で人工合成された灰おもしもあるが、それがダイヤモンド類似石に用いられることはほとんどない。宝石室の天然灰おもしがほとんど産しないだけに人工合成灰おもしはダイヤモンドよりむしろ天然灰おもしの偽物として出回る。似たようなケースに射方症系の白円光がある。この石は とてつもなく、壊れやすく、さらには柔らかいので、ジュエリーに使用される例は、まずない。カットが、とても難しく、宝石コレクションに並んでいるのをたまに見かける程度で、ある。宝石室の白円光は、高い屈折率と分散値から、ダイヤモンド光沢を停止、宝石マニアには、珍品として高い評価があるからだ。でも、 その柔らかさとは別に高い比重や違法性から来る高い腹屈折率からも簡単に見分けがつく。チンピンと言われるファンシーダイヤモンドにも類似石が存在しジルコンがその目的に用いられることもある。茶色いジルコンを高温に加熱すると鮮やかな色に変わることがあるからだ。中でもスカイブルー、ゴールデンイエロー、赤がよく見られる。ブルージルコンが一番多いが、 この色は決して安定しておらず、長期間視外光にさらすことで退職する。加熱処理はまたジルコンの結晶構造を変化させるので、石は脆くなり、また特徴的な内包物が出る。それとは別のファンシーダイヤモンド類人種は、千円光であるが、この石も、相当に脆い。宝石質の石は大抵別光色から、ハニーブラウン、オレンジ、赤。 緑といった色がついている。高い屈折率と分散力、宝石として、まこと見事な光沢とファイアを停止、当軸小系なので副屈折も見られない。でもしかし、この石も、また高度が低く、正12面体の各面に沿ったえ、機械面を有しており、ジュエリーとして利用されない。二つのカルシウムガニューガーネット、グロッシュラーとアンダライトのがずっと適任である。 後者は、ガーネットのうち最も希少であり、それだけに、価値もある。その色代わりの三つ、トパゾナイト、メラナイト、デマントイドは時折ジュエリーに用いられる。とりわけ、デマントイドは、文字通り、ダイヤモンドに似たという意味で、1868年、ウラル山脈での発見以降珍重されてきた。この石は、ロシアのアンティーク及びアールヌーボージュエリーの特徴として注目される。 チタン石、別名スフェーンもアンティークジュエリーではよく見かける。これは、濃淡のある、黄緑色を呈し、光沢があり、屈折率と分散値もダイヤモンドに見曲がうだけ10分に、高い。ダメなところは、違法性である、0.105から0.135と、副屈折率が高い点と、傷がつきやすい点。1960年代に発見された深い。 緑色のザボライトは、グロッシュラーの色代わりの一つで、これも人気が高い。グロッシュラーもアンダライトも等軸小系であり、比較的高い屈折率と分散値を有しており、デマントイドについては、ダイヤモンドの値を超えている。しかしながら高度は低く、ダイヤモンドではまず見られない、内包物が見られる。デマントイド中には、 通称ホーステールと呼ばれる石綿状の緑線、石が見られるが、これなど顕著な一例である。さらには、そのほとんどが結晶が小さく、普通は、重量0.5カラット以下である。その光沢は、ガラス質からダイヤモンドに準じたもの、通常漆黒のメラナイトに見られる、金属質まで様々で、メラナイトは、それゆえ、ブラックダイヤモンドの類似石に使用されることがある。 天然のブラックスピネルにも、往々にしてこの用途に適する十分に黒いものがある。チタン酸ストロンチウムとガラスは指輪に用いるには、あまりに傷つきやすいので、他の素材と組み合わせた貼り合わせ石と呼ばれる、ダイヤモンド類似石に用いられた。蒸気の2素材は、宝石下部に使用され、チタン酸ストロンチウムの場合、ずっと硬い素材。 普通は、無色透明のスピネルやサファイアをその上に乗せる。ガラスの貼り合わせ石では、宝石上部には、アルマンダインが置かれる。アルマンダインは色石だが、石全体の色を変えない程度にまで、とても薄くスライスしてある。ダイヤモンドの上にダイヤモンドを発体しすら、存在したという報告があるが、どうも、その詳細句を思いついた人は、 小さな二つの石を貼り合わせ、一つの大きな石を得ようと企んだらしい。チタン酸ストロンチウムやダイヤモンドそのものを使用した貼り合わせ石には上部と下部を接着させるのにエポキシ樹脂が用いられる。だが、エポキシ樹脂は紫外線効果で蛍光を発し、また石の辺縁にはみ出している可能性もあり得る。ガーネットを乗せたガラスの貼り合わせ石は、 物理的に融合するのだが、それも含め、その他のタイプの張り合わせ石も通例接合部に潰れた気泡が見られる。またどう接合しても、結合線は容易に分かってしまう。それらは通例ガードルの直上、または直下に見られ、アングルに見られる時もあるが、ガードルそのものが結合線になるのは稀である。もっとも最近の手の込んだダイヤモンド類似石には、 CZ を確認し、実験室で表面にアモルファスダイヤモンドの被膜を着せたものがある。この発想は、養殖真珠の構造をダイヤモンドに持ち込んだものである。ありがとうございます。